結局裏ボスと一緒にパワーレベリング。悪役令嬢レベル99、第10話の反応集&感想どうぞ。早速白身 3DCG 龍くん。まずは龍くんで創作活動か。ドラゴンに騎乗して偵察もこなす。アリシア目が決まってるやん。割とすぐ見つかったな。行方不明になってからの爆速発見、素晴らしい。最高のレメだとは思わんかね。普通に話しかけたら正気に戻った。アリシアの目に光が戻る。呼びかけただけで溶けるの。アリシアの目からはこう映っている。正気を取り戻したところで恐ろしい光景を直視するとかいう事実について。なるほど、怖がる理由がつながってきたな。なんでさまよってる場所知ってたんだ。なんでそこまで行ったか覚えていない。アリシアさん昨日から風呂入ってないとな。ユミエラがアリシアの居場所知ってるのはゲーム展開的なことが関係ありそう。今までもこういうことがあったのかよ。自然に体が動いちゃうんだ。アリシアさんの実家服かわいい。あれ勝手にあなったの。催眠攻撃でも食らってるんか。何らかの意志が働いてそう。誰かに何かされたんじゃなくて自前の謎現象なのか。元がゲームだからその影響か。ゲーム的強制力働いてる。シナリオ上層を動かなければいけないゆえの呪い。まるでシナリオに誘導されているかのような。ゲームのプレイヤーが行動してるってことじゃ。ゲームの設定には逆らえない。やっぱりゲームシステムが介入か。ゲームのシナリオに沿うようにアリシアが強制的に動かされていると。ゲームキャラって毎度こんな気分なんすかね。乙女ゲームだから外のプレイヤーが操作してる可能性はあるな。アリシアはシナリオ通りに動く NPC だったのか。もっとレメになってもいいぞ。強制力、歴史改変物に多い設定だよな。世界の強制力怖い。ヒロインには転生したくない。ここら辺原作小説にない部分だな。ユミエラ、話のアプローチがうまい。ユミエラさんの噛み砕き力だけ。自分は年寄りみたいな言い方。デフォルメ可愛い定期。ヒロインスマイル、アリシア。アリシア可愛い定期。ゲームの期間を超えてしまえば強制力はなくなるわな。レベル上げの時間だ。地獄へのお断り断ったのに。なんでそこから流れるようにレベリングに誘導するんだよ。レベル上げ中に捕まってしまった。ユミエラの暴走が始まったぞ。隙あらばレベル上げを布教していく。守護のゴフ持ってるの偉い。大丈夫です、プロですから。君がついてるから不安なのよ。ヒロインがしてはいけない悪い顔だ。その笑顔は逆効果じゃないか。危険なのは目の前のそいつです。通行許可は竜でご利用し。完全に脅迫で草。さすが菅間裕次郎と歌われるだけの横暴さ。違和感ありありな 3DCG やめい。番兵が逃げちゃダメじゃないか。パトリックがいないときはアリシアが苦労人ツッコミになるのか。ここに来て初めてプレイヤーキャラと絡むのか。ここでサブタイトルドーン。光の魔法乱れ打ち。魔法を打ちまくるだけの簡単なレベリングです。アリシア、泣いちゃった。もっと泣いてくれ。レベル上げが楽しいのは一部のマニアだけなんすよ。ユミエラさんのゲーマー魂が。パンチで払うな。どこぞのモブみたいにね、簡単でしょとか言われても。後方腕組みコーチズラユミエラさん。大丈夫、魔道具か何かでルートが変わってたりしない。道案内という強制連行。初回で踏破させる気か。醍醐味というキチゲプレイ。お前の感覚で語るな。アリシアさん、クソみたいな悪役だったのにアニメだとかわいそう。地下50階とかいう鬼畜設定。地下50階まで行く気なん。初心者に50階とか鬼難易度もいいところで草。1000階のダンジョンじゃなくて命拾いしたな。さすがに一撃じゃ倒せなくなってきた。鶏みたいな魔物かわゆす。ここでブラックホール出すなよ。ユミエラ、MP 考えてるか。スカートの下が見えない。マイナス 114,514 点。ユミエラキック。
弓エラハイキックかっこいい。キエンザンみたいなの出た。ウルトラマンで見たぞ、八つ崎降臨。キエンザンか、デスソーサーか。アリシアが着実に成長している。弓エラゼミ、指導内容がスパルタすぎやしませんかね。猿みたいな顔のライオン。ファンタジー作画の鬼門、マンティコア。アリシア、このダンジョン出たら王子たちより強くなってるんじゃないか。結局地下50階まで行くんだね。アビ教官の楽しい強制レベリング。魔物料理作りながら行こうぜ。ボッシュと落とし穴くらい先に。トラップに引っかかったらモンスターの背中。この紀元山まがい強くない。戦闘センスはちゃんとあるんやな。アリシアめっちゃ強くなってね。魔法虹色になってるし。グロい治癒魔法きた。やっぱりモザイクかかる治癒魔法。光属性キャラに闇の治癒力効くの。属性の相性悪くてかえってダメージ負わない。叫んでばかりのアリシアさん。こいつさっきから悲鳴しか上げてないな。いい加減慣れた前よアリシアさん。なんかクソ CG が喋ってる。NPC っぽい喋り方のボス。なんでボスキャラも 3DCG やねん。これはストレスやばそう。スイッチからがじゃねえんだよ。アリシアのメンタルが心配だわ。アリシアさん、ナイスボケである。なんやかんや50回まで来たんやな。初見冒険者でも最新部いざなってあげるのとても効率的なレベリングですね。弓エラパンチきた。出た、必殺の弓エラパンチ。雑な弓エラパンチで草。弓エラパンチってそんな正義のあれみたいな。キリトさんもびっくりのチートパンチ。最後だけ倒しちまいやがった。やはり拳が最強か。持っててよかった守護のゴフ。宝箱ミミックか。ミミックに食われろ、使命感。さすがにミミックじゃなかったか。フリーレンならミミックだった。守護のゴフってセットで手に入るものなん。これで何度もダンジョンに潜れるね。守護のゴフこんなに見つけたら全部壊れるまでレベリングさせられるやつじゃん。ワープしてクリア完成。ひどいレベル上げだった。ゴク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 。もう一周来た。やっぱりそう来るよね。メインヒロインをいじめるメインヒロイン。ちょうどゴフも手に入ったからね。あと5回楽しめるドン。ダンジョンマラソン始まるよ。上げられるだけレベルを上げないと。レベル上げが大好きなのは自分くらいという認識を持ってくれ。こいつさっきの。さっきも聞いたそのセリフ。毎回ボス会はするのか。面白いようにレベルが上がるダンジョン集会。地獄じゃねえかこの無限ループ。とりあえずアリシア発見の報告をしなさいよ。やり方は間違ってるけど結果が正しくなりそう。最終的にタイムアタックが始まる流れだ。これはアリシアもレベル99になる予感が。ゴフが5個もあるから液兵器。弓エラキリック、棒読み。弓エラはもう体術だけでいいやつ。短期でボス攻略させないでください。何回も同じセリフ言うボスさんって。ボス倒すまでリトライさせる。オラまだ死にたくないよ。死にたくないでアリシアさん頑張れるのがすごい。死にたくないって連呼してるのがちょっと気になるな。毎回同じセリフ言うんかい。テンプレセリフも大変だよね。モンスターがでかいから CG もより際立つな。なんかすごい技出した。プリキュアの必殺技みたいなの出したぞ。ヒュンケル得意のグランドクルスに見えなくもない。ついにアリシアが自力でボスを倒した。アリシアさんやっと独り立ちしたのね。ゴボゴボ、もうやだこの仕事。何度も同じセリフを吐き倒されるボスさん、お疲れ様です。光属性の武器から拒絶反応。剣に魔王扱いされているユミエラ。幻が見えてる。メンタルがボロボロ。サンズの川渡りそうになってて草。どんだけ魔石集めてんだよ。フラット魔王偵察。魔王のところ行くんかい。観光地巡り感覚で魔王のところ行っちゃうか。レベル99の直感力でなんとなくわかる魔王の居場所。レベル99ならなんとなくわかってしまうんです。今乗ってるの
闇ドラゴンだぞ。よく内臓破裂しないな君たち。甘噛みができるエラドラゴン。ぐるぐるめかわいい。なんだかんだでアリシアさん精神力強いな。全ミッションこなせてるやん。同じ場所を回ってる。使い回しかと思ったら迷ってるのか。シナリオが進むまでエリアの解放がされないと。フラグが立ってないから城に近づけないんですな。いい笑顔だったなアリシア。今日一番の笑顔でしたね。トラウマ植え付けとるやん。一日に何度恐ろしい経験をさせるんだ。ずっと叫んでて大変だなアリシア。加えたまま飛ばすな。せめて体にくくりつけろよ。そもそも竜から落とすな。アリシア、今回叫びっぱなしだな。ただいま戻りました。ダンジョン参り。さすがに口から離した状態で帰ってきてよかったよ。怖かったよ、弓エラの試練が。空地獄を見てきたからな。泣いちゃうよ。ハンカチを加えたじらってる人が約1名。レベチさん向き。エレノーラのハンカチ神々ムーブ、古式ゆかしいな。見つけたのは早かったんですけどね。見つけたとひどいことしてた気がします。観光土産に風属性の槍をパトリックにあげるのかい。これで俺言えるアリシア星人やろ。見つけたのはともかく、泣いてる原因も弓エラです。なんかみんな弓エラを認め始めたぞ。まずはアリシアさんを甘噛みします。最後の最後に加えさせんな。このタイミングでやることじゃないだろ。あんな告白な仕打ちをされても笑顔を受けてくれる。さすがメインヒロイン。地獄を見たからな。弓エラ式スパルタ特訓したからね。本当に頑張ったんよねアリシアさん。もはや突っ込む気も失せたパトリック。もうレベル50は軽く超えてるのか。アリシアのレベルどれくらいになったんだろう。どこぞのレベルアップに何話もかけるアニメとは全然違うな。まだブッとキャンプするのかよ。最後までずっと叫んでたよアリシア城。多分レベル上げの楽しさは分かっていない。あれが楽しかったように見えていたやべえやつ。レベル上げの楽しさ分かったか。この笑顔を絶望に変える弓エラ城。なんだかんだでアリシア可愛かった。エンディング来た。本編ではハンカチ噛んでただけだったエレノーラさん。原作の弓エラダンジョン集会とアリシアとダンジョン潜るの混ぜた感じになってた。アリシアともいい雰囲気だし今後の展開が読めない。なんかなろうや小説と展開が本当に変わってきたな。本当にラストが読めない。竜にかじられたアリシアちゃんクソ笑ったわ。脇さんの悲鳴も可愛かったな。コンプレックス抱えた子が一日で王子たちの十数年分をぶち抜いたらレベル上げが楽しくなるかもしれん。このダンジョン何のために存在してるんだろう。ゲーム内での効率的レベル上げのためだろうな。フラグ立てないとラス弾は入れないのか。魔王城がまだ実装されてません。ネトゲで向こうにマップが見えてたのに実装されずに終わった気分。弓エラって恐怖心壊れてるよね。ゲームの世界だからってこうも振る舞えんだろ。このゲームやたら難易度高くない。ドラクエとかならレベル50あったらまず勝てるぞ。攻略対象が3人きりって時点で恋愛要素よりもゲーム要素の方に力入れてるんだろうな。っていうか多分クソゲーだろこれ。弓エラの前世の人は単純レベル上げ作業が好きだったんじゃない。どこの層をターゲットにしたのかわからないゲームって印象だな。ゲームバランスもおかしい可能性があるが。今回のボスさんは最後に弓エラのパンツが見れて幸せだっただろう。悪役令嬢レベル99第10話視聴させていただきました。前回誰かに操られてるようなレメアリシアさんの引きでシリアス突入かって思ったらめちゃくちゃあっさり元に戻りまして、いつものコメディー回でした。操られてるというかこのゲームのプログラミング的なものだったのか。まあでもこれも対局的に見れば大いなる意志に操られていると見れなくもないですね。実はこのシナリオ通りに動かすようになってるのもこのゲームを作った人が実際の黒幕で出てきたりしたりする。まあでもこれってアリシアにとってはいいようにシナリオ修正してるのかと思ったけど、弓エラが守護のゴフ持ってなかったら短期で挑んでたわけだし、あのダンジョンで死んでたよね。旗から見れば弓エラのひどいスパルタ教育って感じでひどく見えますけど、弓エラがいなかったらやばかったわけだし、ある意味弓エラが救世主になってるよねこの構図。
かといってスパルタすぎるし自分の我を貫こうとしてるレベリングムーブはアタオカなんですが、当のアリシアは悲鳴あげまくってたな。1話でこんなに悲鳴あげるヒロインは初めてかもしれん。でも悲鳴をあげながらも結構強いし、なんかえぐい攻撃方法してましたね。キエンザンっぽいものとか出してたけど空強いわな。あのナッパでも避けなければ死んでたくらいの技ですからね。あと恐怖でテンパってたのか、ユミエラに対して時々ため口になっているのが素が出ててよかったです。これでユミエラとアリシアの友情が芽生えた感じがして、スパルタでもダンジョン潜ってよかったな。ボスであるナンカペルソナのバフォメットみたいなのは決められたセリフしか喋れない。よく来たなボットとかしていたのは草。てかこの世界のダンジョンのボスって何回でも復活するし何回でも倒せるし、お宝も違うのもらえるの。ネトゲだったらそんなのもあるのはわかるけど、これってあくまで乙女ゲーなのにそんなに RPG 部分に力入れてるのか。そして無事に帰ってきて早速エドウィンに抱きつくアリシアさん。これもプログラムの一環か。王子たちが改心した後でよかったな。以前だったらまたユミエラに対して悪役ムーブしてたと思うとストレスため丸しね。しかし何回潜ったかわかんないですけど、もうレベル50超えたのか、王子たちも超えてしまってるのはさすがに草。パトリックはどれぐらいのレベルまで行ったのか、君もアリシアみたいにユミエラと一緒にダンジョン無限潜入編になったら。というわけで悪役令嬢レベル99第10話の感想でございました。シリアスブレイカーだった今回、このままシリアスで最終回までやると思ってたんで、いい意味で裏切られました。あと2話なんでこのまま魔王を倒すってとこまではいかないだろうし、どういう風に着地するんだろうか全く読めないですね。もう2期が決まってる前提なんだろうか。このままこういうコメディーな雰囲気を続けてほしいですけどね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。